安戦。続いてのチームはこいつらだ、ギャングマリッシュ。皆様、本日はクロスポイントにお越しくださりありがとうございます。本日の主役であるレイさんが作ったチーム R ロックスの歴史とともに懐かしのショーをここスペースアッシュでギャングマニッシュとバスタジャックブギーが完全再現したいと思いますので、皆様どうぞ最後までお楽しみください。R ロックスは今年で結成22周年。1994年 R ロックスはレイさんのロックだけでショーを見せたいという気持ちから生まれました。ちなみに名付け親はダンさんでした。レイのロックやから R ロックスでいいやんけの言葉からチーム名が決まったそうです。結成当時のメンバーは4人。ヤナさんは1番の振り株。当時レイさんがレッスンをしていたバナナホール時代のレッスン生でした。ピーコさんはレイさんが天までレッスンをしていた頃のレッスン生。純一さんは伝説のチームマジカルポップスピンの人でレイさんの生徒ではありませんでしたが、そのセンスを買われてチームに誘われたのです。こうしてこの世に R ロックスが誕生しました。それと同時期にレイさんのレッスン生だった、当時まだ髪の毛がたくさんあった高橋さんが加入
しました。その後に当時熱心生だった明さん、そして大蔵さんが熱心中に軽く声をかけられてチームに入ることに。6人での新生アニロックスの誕生です。ロボットソロパートが確立されていくのです。